Hello everyone, this is Aren. 皆さんこんにちは、ミャンマー和教のアレンです。今日5月10日はなんと母の日ということで、アレンからおかんに感謝している10個のことについて お伝えしたいなと思います。本当であれば実際におかんに会って感謝の気持ちを伝えたいところなんですが、コロナウイルスの影響で会うことができませんので、今回こうやってビデオを撮っておかんの元まで届けたいなと思います。では早速感謝している10個のことについて一つずつお伝えしたいなと思います。まず一つ目は、女手一つ手で育ててくれたことです。おかんはアルバイト2つ兼持ちして、一生懸命働いてアレンをここまで育ててくれました。そして稼いだわずかなお金を使ってアレンをいろんなとこに連れてってくれて、たくさんの思い出を作ってくれました。アレンが何かに向かって頑張りたいなっていう時には必ず一番の味方でいてくれて、一生懸命サポートをしてくれました。二つ目は、ご飯と弁当を欠かさず作ってくれたことです。おかんは仕事でどんなに忙しくても、どんなに仕事で疲れていても、必ずご飯を作ってくれて弁当を持たせてくれました。おかんの作る栄養価の高いバランスの取れた食事のおかげで、アレンも風邪をひくことなく元気でずっと暮らすことができました。特におかんがアレンの大好物のタコライスを作ってくれた時はとても嬉しかったです。また沖縄帰る時にはぜひタコライスを作ってください。よろしくお願いします。3つ目は、レスリングを始めるきっかけをくれたことです。アレンは幼稚園から小学校6年生までの6年間ずっとレスリングをやってきました。レスリングをやっている中で、ただただ体を動かすだけではなく、人生において大事なこと、攻めは本当の守りっていうことを学びました。自分がどんなに苦しくてどんなに辛くても必ず挑戦し続けることっていうことの大切さを学ぶことができました。日頃の練習でもおかんは必ず送迎をしてくれて、必ず見に来てくれて、大会の時には一番近いところで大きな声を出してサポートしてくれました。4つ目は、一生懸命サンタクロースになってくれたことです。アレンは小学校3年生ぐらいの頃までずっとサンタクロースを信じていました。しかしある日のクリスマス、プレゼントを開けてみると、そこにはアレンが欲しかったゲームがあったんですが、それがなんと中古ということに気づきました。サンタさんもお金がないのかなってアレンは思っていました。その後サンタクロースがおかんだったということに気づきました。今まで年に1回アレンが欲しいものを買ってくれて、夢を叶えてくれて本当にありがとうございました。5つ目は、バドミントンに励むアレンを一生懸命支えてくれたことです。アレンは中学校高校と6年間バドミントンを続けてきました。そんな中でラケットのガットが切れた時や練習試合がある日には必ず送迎をしてくれました。そして毎日バドミントン練習をした後は、汚れて臭い T シャツやズボンを洗って次の日までに用意してくれました。アレンが6年間ずっとバドミントンのことだけを考えて集中できたのは、裏で働いてくれたおかんのおかげだと思っています。6つ目は、アレンのバンドライブにいつも来てくれたことです。アレンはドラムとベースを弾くことができるので、高校時代にバンドを組んでいました。そのバンドで行うバンドのライブにおかんは必ず来てくれて応援してくれました。アレンもベースの練習をしたいので家で何回か練習したことがあったんですが、アレンの家はとても小さくて狭いので、きっとアレンが練習している時にはおかんはぐっすり眠ることができなかったかもしれません。それでもおかんは何も言わずに頑張る息子をひたすら応援してくれました。そんな理解のある母に感謝しています。7つ目は、大学受験で二人三脚となって一生懸命アレンをサポートしてくれたことです。アレンはお金がないことを知っていたので塾に行くっていう考えはなかったんですが、おかんは一生懸命働いて、その貯めたお金でアレンを塾に行かせてくれました。そしてアレンのことを気遣って栄養の多い料理を取り入れたり、おにぎりを作ってくれたり、カロリーメイトを買ってくれたりなど、いろんな面から受験を応援してくれました。おかんのサポートなしでは大学合格はできなかったと思います。8つ目は、アレンを大学へ行かせてくれたことです。
アレンの親戚ではお金がなくて誰一人も大学へ行ったことがある人はいません。なのでアレンも大学へ行かず東京へ出稼ぎに行こうかなと考えていましたが、おかんはアレンも大学に行くことを認めてくれました。そして大学1年生の時の学費をおかんが負担してくれたおかげで、アレンもおかんの努力を感じて一生懸命授業を受けて単位を取ることができました。この爪はアレンに会いにマレーシアに来てくれたことです。アレンは大学2年生の頃1年間マレーシアに留学していました。その頃おかんは英語も話せませんし、そんな大したお金を持っているわけではありませんが、おばあちゃんと一緒にマレーシアに来てくれました。なのでアレンもおばあちゃんとお母さんを連れていろんなとこに、行ってマレーシアを満喫させることができました。そして少しはですが恩返しできたかなと思います。そして最後の感謝はいつもアレンを信頼してくれて温かく見守ってくれていることです。アレンの家族には一つの大きなルールがあります。それは18歳から大人というルールです。そのルールは今までの18年間は母親が息子に対して面倒を見てきましたが、18歳以降は息子がどんなことをしても母親はずっと信頼して見守ってくれているというルールです。なので18歳の誕生日を過ぎた後からはアレンがどんなことに挑戦しようともおかんは何も言わずにずっと信頼してくれて見守ってくれました。なのでアレンがマレーシアに留学行きましたし、今はこうやってミャンマーでお仕事をすることもできています。海外に息子が行ってしまうと心配でしょうがないっていう母親もいるかと思いますが、おかんはそんなことなく海外で挑戦する息子を遠くから見守って信頼してくれています。そんなおかんのおかげで今日も自分のやるべきことに向かって一生懸命努力をすることができますし、頑張ることができています。以上でアレンからおかんに送る10個の感謝の気持ちでした。おかん久しぶり、元気ね。本当は沖縄帰っていろいろと話したかったんだけど、今回コロナウイルスの影響で帰れなくてごめんね。他には本当感謝してるし、いつも助けてくれてありがとうございます。そして俺はおかんの息子でよかったし、産んでくれて本当にありがとね。今度次いつ会えるか分かんないんだけど、その時まで元気でいてください。そしてコロナウイルスには気をつけて、今日もおかんらしく元気でいてください。また会えること楽しみにしてます。じゃあまたね。